はい、FF6 の続きやっていきます。これまでね、ゴーゴーがちょっといないっていう状況だったんですけど、ツイッターでちょっと意見を募集したところですね、どうやらこれでやれば会えるんじゃないかという情報があってですね、ちょっと今から先にそれを試したいと思います。何かというと、まずメンツを変えないといけないんですよ。あー、でもその前にちょっとこの辺の人たち、一旦全員外して、あ、違う、リルム、セッザー、ロック、ティナ、これでこの4人にして、ちょっと魔石もちゃんとしとくか。これでセーブせずに戦闘不能とかもなく、ステータスの異常もならず、 とにかく何もなしに進行すると。そんなことできるんかってね。ちょ、積んでる積んでる。
お、行った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 ぞ。会えるぞ午後に。あ、天井難しすぎよな。いいよ。来たー来たー、これスクショ。やったー、午後だー。来ちゃー。やったぜ。奇妙な服を身にまとった男、いや男なのか女なのか、果たして人間であるのかさえその姿から伺い知ることはできない。俺はもうずっとモノマネをして生きてきた。お前たちは久しぶりの来客だ。そうだ、お前たちのモノマネをしてやろう。お前たちは今何をしているんだ。そうか、世界を救おうとしているのか。では俺も世界を救うというモノマネをしてみるとしよう。かっこよすぎやろこれ。このセリフですよ。やっぱ午後なんだよな。だぜ。ゴゴー。じゃあ待って、リルム入れてたことによって平均レベルが下がってるんじゃないのか。まあいいや、それはいいとして、とりあえずじゃあこのメンツをちょっと育てよっかな。
今さらサンダラってみたいな感じだもんね。ケイ。あれね、連続場にしてるとちょっと MP が無駄やから外しててもいいかもしれん。あ、そや、書いとかないと。何だっけ？あ、ケットシーか。回転でもつけとくか。暴力的やな。
危ねえ。このまんまでいいな。次でまあ次かその次ぐらいで覚えるやろ。まだか。レベル上がってもいいからもうとりあえずつけとくか。アルテマ来ちゃてかもうなんか午後さえ育てればもうなんか今日行ってもいい気がすんねんよな。レベルアップをほどほどにしてっていう感じですけど、ティナがこう普通に殴るだけで死んでいくっていう。まあ、とりあえずこれか。
いや、死ぬ盾の呪いを解いてないから、死ぬ盾の呪いを解かないとちょっと瓦礫の塔はいかれへんな。冷静に考えれば、ある意味レベルアップよりも大切な作業がまだ残っているではないか。ワンチャン上がんねんよな。あ、もうクソ。みんななんかもう覚えんでいい、魔法も全部覚えんでいいのに、余生みたいになってるもん。今誰が何覚えたんやったっけ。あ、レイケアルガか。どんどんテント使っちゃう。
やースタメンをねどうしよっかな。2体がちょっと厳しい傾向。早く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 。OK。早くも何もあれかテント使ったから MP あんねんな。しまった。徐々にムキムキになっていく感じね。そろそろもう魔力はいいかな。
まあもうケアルラ覚えてるからもう別にそこまでっていう感じではあるんやけどな。食らってるからダメージが低いのか。あ、そっかそっか、食らってるからアルテマヨポンの出力が悪いんだ。ラクシュミ、どれだけムキムキにして余裕でクリアできるかという。で、ブラキオちゃん、
おい、オッケー、危な、危ねえ、足りんかったかと思った。死ぬ盾とかも回数もカウントしてないから、あと何回必要なんか分からへんもん。やべえ、もうティナがムキムキすぎる。さよなら。マンダハンやろうな。
メージがえぐい。2点。物理も魔法もムキムキってやばい。なんて言ったって魔導戦士だからね。よし、フェニックス完走は大きいね。え、嘘。あ、しまった。もったいね。やっちゃった。もう全部覚えすぎてやることないってやばいな。
ちょ、あ、いやー、そうそう、ちょっとメンツを変えるか。もうティナムキムキすぎてもういいやろ、さすがに。なんか結構ずっと変わった気がするけど、あ、もう51あんのか、よかった。あと頑張らなあかんのシャドウだけか。じゃあ置いていくのはもうガウとウーマロー。いけるんか、誰もアルテマ使われへんぞ。さすがにやばいか。もうティナはあかん。ティナはもう育ちすぎや。
とりあえず回電でもつけとくか。シャドウは力やろうな。そうそう、デスゲイズも倒さなあかんねんよな。デスゲイズ合ってないのかな。今日はレベルアップとデスゲイズ探しで終わりそうな気がする。やっぱがれきの塔は次の枠に。こんな白みたいな色味やったっけ。なんかもっと赤みが強かった気がするけど。あー、アラピ忘れた。シャドウ生きてる。なかなか危なっかしいメンツやな。とりあえずリルムのアルテマを優先 しよう。シャドウは素早さがいいんだ。いや、魔力か。アラピ、アラピつけてないの相当やばいな。
これでとりあえずシャドウが50代までいったらレベルアップはとりあえず終わりかな。今どれだけのメンツがアルテマを使えるのか全然把握できてないな。全員分の装備を用意しなあかんな。ここは3打が打たせるべきやったな。ちゃんとサンダーガウ出せないと。
あれか、ブリザラの方が良かったんか。ブリザラが良かった。何してんねん。しょうもないことしたな。こういう時はちょっと大変やな。うわー、言うてたら来たよ。メンズはちょっとやりにくいな。風車ってなくなる？うわ、なくなる。一瞬の間にレベルが3つも上がる。もうすぐじゃない？あーでもまだ78か。
ケッチ MP が足りないってそんなんありかよ。パーティー危なっかしいな、マジで。89。ヒールロッド組さ、シャドウ体力低いな。ギリギリパターンや。
やー間に合わん。ギリギリパターンになっちゃうのかな。この辺でちっちゃいので調整して、大丈夫かこれ。間に合うな。オッケー。いいよいいよ。おい、外すな。
何分今シャドウ46、シャドウが50になったら一旦レベルアップ終わって、装備とデスゲイズ、いいよ。インターセプターナイス。いいよ。だからもうどっち行ってもね、ちょっと危ない。47、今どういう攻撃やったの盾はまだか。OK。
さあ、世界が始まったな。確か英雄の盾って道具として使ったらアルテマ撃てるんやったっけな、確か。なんかそんな感じやった気がしんけど。あ、50になったな。よし、じゃあ一旦ベス面を組んで、いや違うな、まずは全員の装備を一旦ちょっとあれやな、こういう風になっちゃうのが良くないな。いやもうヒールロット勢マジで全員にとりあえず装備を回して、あとはもうこの辺いらんやつは売っちゃうか。ほんで先にとりあえずベス面でデスゲージ探し、
よし、これで、で、サマさん。あ、誰か、じゃあ装備を買うか。可能な限りいい装備にしてあげたいもんね。消さしとこう。あれ？シャドウの投げる武器は何が一番強いんやろ。どれが一番強い？アイテム、アイテム。ガウはちょっともう育てんのしんどいから、もうちょっとガウはまあどうせ置いていかなあかんし、ウーマロはもう午後が入ったことによってウーマロはお役ごめん。ちょっとアイテム巡りするか。あれやねんな、アクセサリー次第でちょっと装備も
整えなあかんから一概にこれでいいと言い切れるわけでもないのか。余ってるから割れなくなった。手裏剣買いすぎてお金なくなった。デスゲイズ、デスゲイズ。よし、じゃあ探す。さすがにこれでこの刻みでいけばどっかで当たるやろう。頼むわ。
マジで。あ、何してんねん俺。レイザーコン。来た。ケイ。弱かったな。このベスメンにはかなわんか。デスゲイズ。フォースアーマーの方が強いやん。こんなものに頼らないと決めたんだ。
拝殿の証は確か1個だけあったよな。佐五条の槍を活用するのは勲章ってあったっけ？
あれは甘え。ラストエリクサーってなんか2個入手できる方法なかったっけ。プロジェクターをストップで止めて盗めば量産できる。レア HP50% もっと早くバハムデスゲージ倒しとくべきやったな。しまった。
とほんで、特殊税ピアスをパーティー分買っ、あと1個買っとかなあかんな。買えるんやったっけ。回転がいいかな。ロックの武器のベストは何やろ。バリアントナイフないねんけど。
ってか売っちゃったんじゃないんですか。やったぞ、やってもだな。しまった。海縁はもう別に海縁は8回攻撃でいくか。4回攻撃がもうすでに強いからな。ロックをどこに入れるかやねんな。平時の実況もいらんし、ミラクルシューズをいっぱい作ればいいのか。
なんや。盗ませろ。盗ましてくれ。普通に戦ってもだ。あー、なるほど。魔法打つ暇ないねんけど。
間に合わんねんけど。チュポーン大先生を倒しに行く方が、なんやの、取らせる気ないな。海炎が案外いけたりせへんのかな。先生。
来た。弱い弱い。筋肉ティナリー絶対あんなわけわからんクマ倒すよりこっちの方がいいわ。通れば多分こっちの方が試行回数がこっちの方が早い。さあといったところで夕飯ができてしまいましたので、まあいっか、もうこれぐらいで。ああしまった。回転だけでいいかな。Thank you.
ヴィランコズン。ミラクルシューズ量産して終わる。何してんねん。ナイス。それはやばいのでは？やばい。じゃあかん。よえー。回復してくれ。回復回復回復。あれでま何してんねん。アイテムアホや。Okay.
よし、終わり。よし、じゃあもう次回はもう瓦礫の塔ですかね。じゃあ次回瓦礫の塔行って、おそらく最終回ということになると思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございました。